さあそれでは久々のロードスターの続きですね。制作依頼いただいたのがウッド調のね、タンレザーエディションっていうやつか。でまあ結構ねウッド調のパーツが多いということで、まあ、ウッドを再現するのは非常に難しいので、ここは石褐色、これを塗っていこうと思います。あのウッドブラウンってあるんだけど、あれねちょっと明るすぎるんだよね。明るすぎてちょっと浮いちゃう、不自然な木目っていうか、まあ木になっちゃうんでね。まだこの色の方が逆に様になるんではないかと。まあ実物をね見たわけじゃないんで何とも言えないんだけど、ただでもこういう風にね色を分けておいた方が、それだけでもね、おおなるほど、ふんふんふんっていうような感じになるんではないかなと思うので、もっとね、パーツが大きければもっと木目調っぽくできるんだけど、あるんだわ木目調にする方法がね。だけどちょっとパーツが小さすぎてね、まあ、これはシフトノブですね。オートマっていう話だったんで、オートマのまあシフトノブで、まあウッド調っていうか、まあ塗っていってね、まあ筆塗りでいきます。全然パーツが小さくてカメラに映らないっていう。よし、でもいい色じゃないかな。よし次で、今度サイドブレーキの部分ですね。サイドブレーキの部分もってね、意外とね実車をねあんまり見ないんだよね。こう通過していくとか見かけることはあるんだけど、止まってる車をさジロジロ見るわけにもいかないし、かといって意外と止まってるのもそんなに見ないんだよね。すれ違いとか隣に疲れたとかそのぐらいはあるんだけど、制作し始めてからね。でももう気になっちゃってさ、制作し始めてからやっぱりね自分が作ってるからさ、どんな感じだろうどんな感じだろうみたいな感じで、まあ特にあの緑をね気にしちゃうね。よし、なんだね、まあ、こんなもんかな。あとハンドル、画面をもっと近づけたい気はするんだけどちょっと厳しいな。でもなんかやっぱりこういうところが木っていうのかっこいいな。すみません、あんまり細かいことやると無言になっちゃうんで。いいな、ウッド調っていいな。車を選ぶけどね、ウッド調ってね。
うわ、やりづれ、小さくてやりづらい。すみませんね、マジで無言になっちまった。よし、うん、よし、 OK、 なんとかなった。やばいっす、触っちゃいそう。いいよ、クリップにうまく止めて、よし、 OK。 見えないよねよし、次カーナビを装備してるっていう話だったんだね。カーナビのこの枠もウッドパネルになってるはずなんだよね。超真剣だ。なんかこうどうでもいい話を挟みながらやりたいところなんだけど、結構やられてる方はわかると思うんですけど、こういう細いところやるときってどうしてもこう、なんだろう、息を止めてやりたい感じがしちゃうよね。もう窒息寸前のような、もう腕でもなんとかなるね、やっぱり。こんなのマスキングしてやれないからな、自分が。よし、どうだ。今ね、写真を見ながらやってんだよね、一応。よし、OK。いいんじゃない？アップにしましょうか。よりゃー、じゃんとね、こんな感じでね、筆で今塗ったんで、今この状態でこうやって塗ればよかったな。しまったな、すみませんね。こんな感じでいかがでしょう。よし、ということで次はね、ハンドルの真ん中をシルバーで塗らないといけないので、シルバーでやりますか。ナベさんがどんな感じで筆洗ってるのっていうのをお見せしましょうかね。あ、タバコ置いちゃったすみません。いつも筆ね、エナメルの時はこういう見えるかな、中にこの網が入ったやつ、これね、どこだったかな、クレオスが出してるんじゃなかったかな。ほんで、あれ、筆洗い用でね、あの中にクリーナーが入ってるやつ、あれで洗ってるんだよね。トリートメントとかそういうのは正直やってないっす。
こうやってね溶かして筆を洗う際もこうね、まあこれこういう風にやってるんだけど、こうぐちゅぐちゅぐちゅって洗わずにこうなでるようにこう洗ってあげる。そうするとね筆が痛みが遅くなるんで、こうやってねくるくる回しながらね筆をくるくる回しながらこういう風に洗ってる感じかな、イメージ的に言うと。そうするとまあまあそこそこ綺麗になる。でもちろんねこの筆の根元っていうのは別に僕大事にしてないんで、根元はねどうしてもまだ汚れが少しの、ね、束になってるところなんで残ってる感じはするんですけど、なんだろう、結局筆の先端しか使わないからさ、結構こだわり持たれてる方っていうのはしっかり洗った方がいいかなって思うね。だけどまあ先端しか使わないから、ただでもね洗うねこの洗剤じゃないやクリーナーはできればねメタリックを使って掃除したやつと、こういう単色っていうかさメタリックじゃない筆洗い用のクリーナーと本当は分けた方がねいいと思う。どうしても綺麗に洗ったつもりがどうしても残ったりはするんでね、まあ結構気にされる方はそういう風に洗うことをおすすめします。ではまあこれはこれでいいとしておいて、これでいいとして、次さっきのハンドルだね。この状態だとちょっとこう掴むのに苦しいんで、こんな時のために一応ね100均でねこういうクリップ買ってあるんだよね、目玉クリップ。これをねこうやってピッと挟んで、そうするとこうやって立てれるんでねいいですよと。画面が遠いな、こうやってね。すいませんね、ちょっと今日は いつも以上に気の利かん撮影方法になっちゃって。で次真ん中にメタリックを塗りますよと。これはクロームシルバーで塗っていきましょう。よし、やるぜ。よくかき混ぜる。よくかき混ぜてね、しっかり攪拌してあげてね。ね、こうやって先端しかつけてないんだよね。手が震える。まず外側を塗りましょうかね。なんか目が見えねえな。ルーペ、こういうルーペ使ってんだ。これもまあいつか前にアップしたと思う。こういうルーペね、100均。これはホームセンターで買った。まああれか、名前を出すならカインズ。映るかな。こうやってやろうか。こうやってやれば映るか。映ってるよね。よし、これで僕も覗いてやるか。で、筆が乾いた。で、中側ね
見た感じ結構失敗こいたようなはみ出た感じだけど、もうこれ塗ったろ全部、あとで拭き取ろう。エナメルだからね、エナメル溶剤で拭き取れるからね。よし、こんな感じ。この意味なかったじゃねえかっつってね。ふぅ、よし。で、さっき言ってたエナメルの洗うやつで洗おう。ちゃんとね、エナメルってこうやって書いておかないとね、間違えるんだよね。まあ匂いでわかるけど、集中してる時とか急いでる時ってあんまりこうね意識してなくて普通に間違える時があるから、できるだけ下手くそな字で書いておくといいと。で、そう、このエナメル用の用意してあるやつは下にこう網があるからね、その網にこうやってさっきみたいにこう一方方向ずつでこう洗っていってあげると綺麗になりますよと。腕もね、そんなにね、あくまでそんなに痛まない、そんなにだよ。あの結構なんだろう、結構こうね、高級な筆洗うやつはちゃんとした筆の洗い方でやった方がいいです。これはね、1本230円か。まあまあ高いっちゃ高いけどさ、まあそんなね、だって昔自分が使ってた、どこだったかな、タミヤのやつだったかな、極細のやつ1本2000円ぐらいしたかな、めっちゃ高いやつ。あれまだ知識がなかったからさ、雑な使い方しちゃって結構ダメにしちゃったんだよね。あれはちゃんとした洗い方をしないと、やっぱね、さすがに10倍の金額を出すとなると。よし、で、エナメル溶剤、これを使ってジョボンとつけて、ここですね、しっかり絞っておいてあげてね。で、拭き取るよと。暗い。ちょっとこう気を使ってあげながらね、撮っていかないと。映ってる、カメラ映ってる、ギリギリ映ってた。ある程度まで撮ったら、ちょっとこう伸びてしまったところを拭き取るように撮っていきましょう。で、真ん中は黒なんで、ここはね、後でね、なんか、なんだろう、これで取れるかな、名前ペンでね、塗るぐらいでも十分なんだよね。ある程度だけ取って、あとは名前ペンで綺麗にするか。このまま綺麗にできれば問題ないんだけどな。ちょん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 とこうね、やって取っていく。どうでしょう。ほら。あ。
いいよね、綺麗に撮れた真ん中も。いいね、よしよしよし、という感じで、お、近い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 、やっていきましょう、やっていきましょう、ちょっとやりました。いやー、窒息しそうだったぜ、的な。よし、ということで、これでちょっとまだね、ハンドルの辺とか乾いてないんでね、しっかり乾いたら組み立てていこうと思います。では一旦カメラを止めます。